日本近畿地方大阪府八尾市、東本町東本町は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は東本町1丁目から東本町5丁目。住居表示は実施済み。現住所表記に変更される前は地域内で大技木戸、大技統合、大技小のうち、大技八尾が交雑していた。両国一覧内河内国、和歌郡、木戸村。 東郷村、章の内村他中世や尾章付近にあった村落の、うち、当地域には、東郷村を中心に、木戸村の大半、章の内村の大半も含まれていた。平野から東へ伸びる八尾街道が当地で分岐し、東へは、杉山方面への縦石街道が分かれ、八尾街道は南へ向きを変えて続く。当地に、演技式新名町に記される。 ながら神社に否定される神社があったが、明治40年に矢作神社に合祀された。江戸時代以降、八尾の中心は、当地の西にある寺内町を中心に発展するが、当地は、門外からそのまま町並みが続き、寺内町と同様に、木綿問屋や肥料賞などの商家が多かった。商法合町の写しとされる、河内国一国村高控え彫刻高は、 木戸村278国、東郷村510国、章の内村320国余り。江戸時代は一貫して幕府直轄領だった。明治以降の市町村制施行で八尾村の大技木戸、東郷、章の内となる。昭和35年の現住所表記施行時に東本町となる。旧東郷集落は現在の2丁目あたりで古い民家が多い。三丁目は、 近鉄屋を駅に近く雑居ビルや商店が多い。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 主要道路、ありがとうございます。